<music> それではオーディオディスパッチですけれども健康講師のつれずれぐさ約もうですね700年ぐらい前の言葉ですがそれに学ぶことがあるというお話をしたいと思います。 まあ健康報酬です、ね、このつれぐれ「つれずれ草」の中に習い事についてちょっと書いた段がですね150段目にあるということで、えー、ちょっとそれを見ますとですね、まああのー、原文のまま読むとです、ね、こんなふうなんですよ「脳をつかんとする人をよ,くせざれ、えー、せよくせざらむほどはなまあ、生じ人に知られじ、えー、うちうちよく習い」。 「差しでた,たらむこそ、えー、いと心肉らめ」と常に言うけれど各言う人一芸も習い得ることなしいまだ、えー、頑固語る、えー、ほなるよりとこんな感じでなんかよく分かんないんでこの現代語訳がありますのでそれを読みますとですねこれから芸事を身につけようとする人はまあ同じですよね習い事なんでも。 英会話も、まあ、一種の言語とかもしれませんがんとにかく、えー「下手くそなうちは誰にも見せたくない」えー「とかくね」「とかく、えー、ここからかっこいいです」「下手くそなうちは誰にも見せたくない」「こっそり練習してある程度見られるようになってから披露するのがかっこいい」というのだけれどもそういうことを言ってる人が最終的にものになった例は一つもないと。 まだ未熟で下手くそな頃から上手でベテランな人たちに混ざってバカにされ笑われそれでも恥ずかしがらずに頑張っていれば特別な才能はなくても上達できる道を踏み外したり我流に固執することもないだろうということでまああのすごいですよねこれそのまま本常式に使えるんじゃないかというようなことでもう本当にこれです。年前ににもうすでに えー、英会話の上達のコツが言われてたと、健康奉仕さんにね、<laughs> ですから、もう本当、あのよく英会話を習ってるってことを隠す人が多いんですけど、私も本当に生徒には、ですねどんどん言いなさいと、もうブログで書きなさいと、フェイスブックに書いて、英会話を習い始めたよということを、ですねどんどん言ってくれっていうふうに、その方が絶対上達するんです、もう本当に健康奉仕さんが言う通りです。 隠してると、ですねもういつもそんなの,あの上達した人見たことないと700年前の人が言ってるわけですから、ですからどんどん言って、えーまあ、恥をかくことも多少あるでしょうけれども、そうするとですね気が付いたら、お喋るようになったというふうになりますので、この700年前の知恵をですねぜひ皆さんも使っていただいて、でえー、会はね一日も早くペラペラになっていただきたいと思います。それではままた次回お会いししょう